日本のポピュラー音楽のジャンルの一つ、シティポップをご存知でしょうか。近年、海外で日本のシティポップの人気が高まっています。今回は、国と時代を超えてヒットする日本のシティポップをテーマにお届けします。シティポップとは、1970年代から1980年代にかけて流行したニューミュージック。シティポップはニューミュージックの中でも洗練された雰囲気のある都会派ポップスを指し、シンセサイザーなどのデジタル機器を使った都会的なメロディーに生活感のないおしゃれな歌詞が乗せられているのが特徴です。シティポップの元祖と言われているのが、1973年にデビューし、1976年まで活動したシュガーベイブ。シュガーベイブには山下達郎さんや大貫妙子さんが在籍していました。1975年にリリースされたダウンタウンは、後にエポさんがカバーし、俺たちひょうきん族のエンディングテーマにも採用されたので、ご存知の方も多いのではないでしょうか。そして1972年にデビューしたのがユーミンこと荒井由実さん、現在の松任谷由実さんです。1975年にリリースされたアルバム「コバルトアワー」は、卒業写真やルージュの伝言など、誰もが知っている曲が収録された名盤となりました。1977年、大貫妙子さんがアルバム「サンシャワー」を発売。坂本龍一さんなど豪華なミュージシャンが参加した同アルバムは、シティポップ初期を代表する一枚と言われています。80年代に入ると、シティポップはさらにブレイクします。山下達郎さんが1980年にリリースしたシングル「Ride on Time」はオリコン3位に入り、彼の初めてのヒット曲となりました。今聴いても古臭さを感じない曲ですが、2003年には木村拓哉さん主演のテレビドラマ「グッドラック」の主題歌として23年越しの再シングルカットとなりました。山下達郎さんがヒットしたのと同じ年、竹内まりやさんのシングル曲「不思議なピーチパイ」が資生堂の化粧品の CM ソングに採用され、累計40万枚のヒットとなります。竹内まりやさんは1982年に山下達郎さんと結婚し、2年間活動を休止します。そして1984年、竹内さんは自身が作詞作曲したアルバム「バラエティ」をリリース。もう一度、本気でオンリーユー、レッドゲットマリード、プラスティックラブなど、プロデュースした夫の山下達郎さんも驚いたというほど、クオリティの高い曲が収録された同アルバムは、30万枚を超えるヒットとなりました。そして、シティポップを語る上で外せないのが、1981年に発売された寺尾聰さんのルビーの指輪。音楽テレビ番組ザ・ベスト10で12週連続1位という快挙を達成した同曲は、子供からお年寄りまで幅広い世代に親しまれることになりました。80年代はこの他にも、大竹栄一さんのアロングバケーション、松原美樹さんのポケットパークなど、数々の名盤が誕生しました。世界に広がるシティポップ。インターネットが普及した現在では、世界中の音楽に気軽にアクセスできるようになりました。日本のシティポップも、その音楽性の高さから、今、海外で再評価されています。中でも、1979年に発売された松原美樹さんのデビュー曲、真夜中のドア、Stay With Me が、世界中で非常に大きな反響を呼んでいます。Spotify のグローバルバイラルチャートでも、15日連続世界1位を記録。
YouTube などの動画共有サイトにも松原美樹さんの楽曲の関連動画が多数投稿されています。松原さんは癌のため2004年に44歳という若さで亡くなっています。残念ながら現在の世界的な人気を見届けることはできませんでした。発売から40年経った今も世界中の人々に感動を与える松原さんの歌声、海外の人たちのコメントをご紹介します。僕には歌詞はわからない。でも彼女の素晴らしさはわかる。なぜかとても懐かしい気持ちになる。初めて聴く曲で歌っている人のことも全く知らないのに。彼女がすでに亡くなっていることを知った時はショックだった。でも彼女が残していった音楽は今でも世界に喜びをもたらしている。実際僕もこの曲に救われてるんだ。私は18歳のイラク人なのになぜか80年代の日本を生きたという記憶ができてしまったわ。日本語がわからないから Stay with me のところだけ一緒に歌ってる。わら。世代を超えて愛されるシティポップ。世界30カ国以上に支部を持ち、若者に人気のメディア、バイスが、シティポップに関する記事を掲載しました。この80年代の日本の曲こそ、世界最高のポップソングである、と題された記事の中で、竹内まりやさんのプラスティックラブにスポットを当て、この歌は、思い出の場所または一度も訪れたことのない場所にリスナーを連れて行ってくれる魅惑的な歌だと絶賛しています。またなぜ日本語で歌われているシティポップが海外で受けたのか、記事からはその理由も垣間見えてきます。アンビエントミュージックやエレクトロニックミュージックの曲には言葉が含まれていないことが多いので、音だけで感情を伝えることができる。だがポップスは違う。歌詞が主役となって曲の背景にある感情を伝えるのだ。しかし竹内まりやのプラスティックラブは言葉を必要としない稀有な曲だ。言葉がなくても欲望、失恋、愛、恐怖、冒険、喪失といった様々な感情が夜の街の中で渦巻いているのが感じ取れるのだ。2017年に YouTube に非公式にアップロードされた同曲は、著作権侵害のため削除されるまでに2400万回以上再生されました。2018年にも非公式動画が投稿され、こちらの再生回数は3900万回を突破しています。プラスティックラブが海外の人から愛されていることは、コメント欄にも現れています。非公式動画に寄せられたコメントは2万件以上、公式のショートバージョンにも6000件以上のコメントが寄せられ、その多くが海外からのものです。それでは、寄せられたコメントの一部をご紹介します。マリア・竹内は1984年に業を持っていただろう。あなたたちにはまだ早いかな。でも、あなたの子供たちはきっと気に入るわよ。YouTube よくやった。この曲を私に勧めてくれたことに感謝したい。30年前の1980年代、東京の小さな町のバーで、氷のように冷たいウイスキーを飲んでいたあの頃が懐かしい。まあ、この歌詞のようなロマンチックなことは起こらなかったけどね。私のママもこの曲を愛しているということが、私を幸せにしてくれるの。想像してみてよ。ある特定の国のために作った曲が、何年も経ってから世界中の人々があなたのことを知らないにもかかわらず、突然、その曲を聴いて気に入ってくれるんだよ。とてもクレイジーな話だよ。日本で育った10歳の頃を思い出す。
本屋を出たところで、僕と同じ年頃の可愛い女の子が恥ずかしそうに手を差し出していった。一緒に歩かない？彼女と一緒にラーメンを食べに行った時、この曲がラジオから流れていた。彼女は名前を教えてくれなかったが、会う日を伝えてくれ、落ち合って手をつないで歩いたり、ピクニックをして過ごした。みつき、数ヶ月後にようやく知った彼女の名前だ。僕たちは仲の良い友達になったが、13歳の時、僕は親の転勤でアメリカに行くことになり、二人で泣きじゃくって別れた。僕は彼女に手紙を送り、彼女も手紙を返してくれた。でも、22歳の時、彼女からの手紙が突然届かなくなった。僕は彼女を失ったんだと思った。5ヶ月後、家のドアを開けると、そこにいたのは、アメリカまでやってきて、僕を抱きしめようと手を広げて立っている彼女だった。僕たちは結婚し、今ではもう40代だ。世界中の都市を一緒に旅しているが、いつも麺類のある店に立ち寄っては、スマホでこの曲を流すんだ。ありがとう、マリア。あなたの曲の中の愛はプラスチックかもしれないけど、僕たちの愛は、この曲のおかげで美しく思えるんだ。子供を連れているかはわからないけど、もし東京で若者のように手をつないだり、幼い子供のようにお店を覗いている中年のカップルがいたら、きっとそれは僕たちだよ。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価ボタンをポチッと押してくれたら、とっても嬉しいです。好きなシティポップの曲名だけでも結構ですので、コメントをお願いします。チャンネル登録も忘れないでくださいね。